女優、吉高由里子が主演で平安時代を生きた紫式部を演じる NHK 大河ドラマ、光る君へ、日曜、午後8時、の第16話が21日に放送され、世帯平均視聴率が 10-5% となったことが22日、分かった。数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ、複数写真、真宙を抱きかかえる道長初回は 12-7%。1963年、花の生涯からの大河ドラマの初回世帯平均視聴率としては1989年、春日の局の 14-3% を下回り、歴代最低の数字に。第2話は 12-0%。第3話は 12-4%。第4話は 11-3%。第5話は 11-7%。第6話は 11-0%。第7話は 10-9%。第8話は 10-8%。第9話は 11-2%。第10話は 10-3%。第11話は 11-4%。第12話は 10-6%。第13話は 10-9%。第14話は 10-8%。第15話は 10-7%。今回は前回から 0-2ポイント減。個人視聴率は 6-1%。1996年、二人っ子、NHK 連続テレビ小説、10年、セカンドバージン、NHK、などを手掛けた大石静香氏が脚本を担当。大石氏は06年、光明月次に続き2回目の大河となる。物語は平安時代を舞台に、世界最古の長編小説とされる、源氏物語を生み出した紫式部の生涯を書く。紫式部が心を寄せる藤原道長役を務めるのは俳優の柄本佑。道長は源氏物語の主人公、光源氏のモデルともされており、ドラマでは紫式部と幼馴染のような関係で愛し合い、時にぶつかり合う姿が書かれる。第16話は、花の影。石山寺からの帰路、真宙、吉高は思いかけず、沢、野村朝順を傷つけていることを知り落胆する。宮中では、高級人衆、三浦翔平や弟の高志家、流星亮らが集い賑わう中、戦士、吉田羊が現れる。一条天皇、塩野明久らが緊張する中、異臭は？その頃、都で疫病が蔓延していた。ある日、種、竹沢咲子が真宙を訪ね、秘伝院に行った父母が帰ってこないと助けを求める。秘伝院で真宙が見たのは、という展開だった。ラストで道長、柄本が秘伝院を視察し、真宙と偶然再会。発熱した真宙を抱きかかえて自宅に連れて行き、朝まで看病した。久しぶりの二人のシーンにネットは胸熱。公式インスタでも道長が真宙を愛しそうに見つめるシーンなどがアップされ、こんなところで道長と真宙ちゃんの再会。道長と真宙やばすぎ。何、このドキドキ&じれる展開。真宙は助かったけど、見ている私はキュンししました、などの声が上がっていた。